はい、今回はですね、超絶渋いカード、俺しか知らん、世界中で俺しか紹介しないカードを紹介しましょう。誰ですか？あ、なんか興奮してませんだわ。知らんな、これなんて読むの、そもそも。イジャーナ。アルゼンチン人。なんかボランチやね、セントラルミッドフィールドって感じやね。いやー、知らないね。でも、まあまあ高いね。13、12、15かテクニック。中盤のバランサーって感じなのかな。全く知らないね、ブレッシャー。まあでもね、この頃のブレッシャーなんでね、結構花あったんですよね。ロベルト・バッチいたと思うんですよ。で、ピルロもいたんかな、もうこの頃には。もうピルロいないんかな。で、ルカトにも多分いたと思うんですよね。結構花のあるチームだったと思うんですよ。あ、誰や。グアルディオラもいたと思うんですよ。やばくない？ブレッシャーやで。今多分セリエ B でしょ、ブレッシャーって。違ったっけ？ A やったっけ？それすら分からんよ。まあそんなエレベーターチームですわ。いや、すごいよね。まあそれのイジャーナと。誰やねんと。で、どうやらですね、今アルゼンチンの2部でですね、まあアルゼンチン人なんでね、アルゼンチンの2部で監督をしてると。名前がですね、デポルティーボ・マドリン、マドリンかマドリンか、なんか分からへんな。なんかそういうチームで。監督をしてるということで、まあね、2部ですからね、はい、間違っても将来アルゼンチン代表の監督になりそうなことはないかなという感じはするんですけど、いや、でも懐かしいよね、ブレッシャーのさ、この頃のカード紹介するなんてさ、他誰かいたやろ、分かんへんな。だってさ、ルカトニとかでもブレッシャーにいたっていうのはそのデータとしてわかるけど、じゃあそのところ見てたかったら知らんからね、まああとはバッジョね、まあ、バッジョ一番有名かな。バッチョもね、結局、そうやね、ブレッシャーで引退したよね。2004年かな、引退したのは。まあ、すごいよね。まあ、この頃の戦術なんでね、全員で守って、バッチョの一振りにかけるみたいなね。まあ、そんなサッカーやったんですけども。懐かしいね。という、イジャーナです。ちょっと、まあ、名前が言いにくい。